リーグ戦初参戦、ゼロワン大谷慎二郎、橋本大地組。注目はノア初参戦、橋本慎也の長男、破壊王子橋本大地。その橋本にとってノアは因縁の相手。それは2001年、父の団体ゼロワン旗揚げ戦でノア勢との対抗戦が実現。その際、父慎也が三沢からフォールを奪われるなど屈辱の3連敗を喫している。ゼロワンの旗揚げ戦がノアとの対抗戦だったので、確かゼロワン全滅だったと思うんですよ。今度は、大谷さんと、乗り込んでいき、ノア、全滅させると思ってます。父が味わった屈辱を胸にノアにリベンジを誓う。一方、こちらもリーグ戦初参戦、 ROH 代表エリー・エドワーズ・コルト・カバナ組。ジュニアの階級で実力を示したエドワーズと陽気なリズムで会場を沸かすカバナがグローバルタッグリーグ戦制覇に乗り出す。果たして勝ち点を手にするのはゼロワンか ROH か。試合グローバルタッグリーグ戦2012公式戦、ゼロワン大谷慎二郎橋本大地組対 ROH エリー・エドワーズコルト・カバナ組。お待たせいたしました。グローバルタッグリーグ戦2012公式戦30分一本勝負を行います。今年で5回目を迎えますグローバルタッグリーグ戦2012、いよいよ公式戦、公式戦のオープニングバウトです。個性豊かな8チームが参加する中、アメリカ ROH から参加はエリー・エドワーズ、そしてコルト・カバナの2人です。コルト・カバナは先日 NWA ヘビー級チャンピオンになったばかり。その腰に輝くベルトを引っ下げ、ノアのマットに今このグローバルタッグリーグ新たに殴り込みをかけました。エディ・エドワーズ・コルト・カバナ、 ROH からの参戦です。偉大なる父、破壊王・橋本慎也のノアマット初参戦は2000年12月、有明コロシアムでした。あれから11年4ヶ月の時を経て、当時小学2年生だった少年橋本大地が間もなく一人の大人としてノアのマット、グリーンのマットを踏みしめます。拍手とブーイングが交錯する後楽園ホールのマットに、ゼロワン代表として大谷慎二郎とともに新たな舞台に立ちます。デビューから1年を経ました。時は来た、破壊王子橋本大地、ノアマット初見参。ブーイングとそして歓声とともに橋本大地がリングに立ちました。その鉢巻きに、そして父から譲り受けたその鋭い眼差し、リングの片隅に立ちます橋本大地です。ゼロワンを代表する者として大谷慎二郎からのパートナー指名を受けました。恥ずかしい戦いはできません。デビューから1年、あさって20歳の誕生日を迎えます。10代最後の大一番、その橋本大地のパートナーは大谷慎二郎です。今姿を見せました。2006年12月以来、久々のノアマット見参です。ただその時と明らかに立場は違います。今ロープを開けて待つ、今デビュー1年の橋本大地を引き連れてのノアマット参戦です。果たしてこのリーグ戦を引っかき回すか、ゼロワン代表大谷慎二郎、そして橋本大地の2人です。グローバルタッグリーグ戦2012公式戦、オープニングバウトはゼロワン対 ROH。画面左側、黒に青のショートタイツの橋本大地、ノアマット初登場、デビューからまだわずか1年、そしてその横にはパートナーであり師匠である大谷慎二郎。
ただ場内は圧倒的な ROH コールが起こっています。画面左側コルトカバナ、右側エディエドワーズ、何やら余裕の表情を浮かべる中、橋本大地が今一歩前に出ています。それを後ろから頼もしそうに見つめる大谷慎二郎。今大谷は橋本に託した。赤い王子ノアマット、まず最初の一歩を踏みしめます。場内はレッツゴーエディ、エディエドワーズを後押しする、その歓声が沸き起こりました。橋本大地がリングに立った際、大地そんなに甘くないぞというような声もこのノアのファンからは聞こえてきました。すべてがいわゆるアウェーの中、その環境の中で橋本大地がどんな動きを見せるか、グラウンドの攻防は制しています。上に立っているがエディ・エドワーズも今抱え上げようというところ。身長180センチ、体重80キロ、19歳の橋本大地、今ロープを背にしています。クリーンに分かれるところ、橋本大地がエルボーを一発打っていきました。激しくエルボーを打ち込んでいきます、橋本大地。おと今エディエドワーズが一歩ひるんだか、膝を打ち込む。各種の蹴り技は得意です。背中を打ってきました、父親譲りのこの蹴りです。しかしさらにまた重い一撃を、この目です。フライングメアから今全身の力を込めましたが、後ろからエディ意地の張り合い、蹴り合い、おっとチョップです。これに橋本大地はどう反応するか。ミドルキックを入れました。力を込めたエディ・エドワーズのチョップ、そしてそれに対する橋本大地のミドルキック、あのロングタイツ姿の橋本慎也の姿をも思い起こさせるこのミドルキック。しかしこの重いも一発のエディ・エドワーズのチョップも非常に破壊力があります。連発で空手の心得があります橋本大地。一発で流れを止める。ここで一発で倒していきますが、後ろからエディが来ました。打撃の攻防かわしていく水面蹴りも見ていました。一旦距離ができました。さて井上正雄選手にお伺いしますけれども、我々そのプロレスに関わる者としては、橋本慎也の息子がリングに立つという1年前のデビューというのは非常に新鮮で刺激的で、歴史的な出来事ではありましたけれども、改めてこうやってリングに立つ姿を見ていかがですか。いい目してますね。目が、いい目してますね。そうですか、その目の鋭さはある面、その父親譲りというところもあるかもしれません。さあ橋本大地から大谷慎二郎、今大谷が自らタッチを求めまして、さあまずはこの橋本大地が先発を買って出ましたが、コルトカバナがリングの中に入りました。いや井上さん、コルトカバナのこの場内からの歓声といいましょうか、ファンの心をもうすでに掴んでますね。そうですね。おっと速攻を見せました。全然そんな試合してないですけど、今初めて出てきたんですけどねそうですね、ここまでのノアマットでの活躍というのもおそらく印象に残っているんでしょう。そうですね、カバナ選手はベルト取ったんですね。はい、 NWA を取ったんですね。すごいですね。つい先日、取ったばかりで来日したんですが、手首を取らせて、さあ早い動きだ、バックを回って腕を取る、スタンドのヘッドロック、気がついたら笑顔でスタンドのヘッドロック。大谷がロープに飛ばすショルダータックルは相打ち。おっとなんか嬉しそうだ。それを見て大谷はどう答える。今度はお前が逃げと大谷が指示します。何やら異質な空気に包まれています。うわー、ややダイブして飛んでいきましたコルトカバナ。ROH 世界タッグも2度獲得した、タッグでの実力も十分証明しています。このオープニングバウトは、ノア勢は1人も出ていない中でもまずティーマスに向かえられる。おーっと、よけたよけた。これは井上さん分かってますね。よく知ってますね、大谷慎二郎の顔面ウォッシュをこんな序盤から食らってしまってはたまらんとばかりに、コルトカバナ、おっと、どうしましょうか、ちょっと困った表情は、それでは意味がないちょっとこれは最前列のお客さんにとってはたまったもんではありませんでしたけどね、ちょっと嬉しくないですね。嬉しくないですね、
今汗を拭かれたそのハンカチを懸念に見つめる最前列のファンの皆さんの姿がありますが、さあ試合は視線マリングの中、コルトカバナと大谷慎二郎、あっとこれは噛みついてますか、痛そうだ、大谷にブーイング、さあ腕を取る、指を取る大谷が今、まあ、明らかな、あっと橋本大地も噛みついている、両サイドを噛みつかれている、まあ、見た目は痛そうでもありコミカルでもありといったところなんですが、そうですね、実際痛いと思いますね、痛いでしょう。さあ抑えの中での橋本大地のミドルキック連発です。5分が経過しました、公式戦です。ミドルキック連発、コルトカバナがおっと投手を全面に押し出していきました。おっと、いやー井上正夫選手も今放送席で笑いを噛み殺しながらご覧になっていますけれども、なんとも不思議な動きですね。そうですね、そういうところが受けるところじゃないですかね、彼はやっぱりね、ちょっとキャラクターが被るところありませんか。そうですね、ちょっとね、ちょっと嫉妬します、ね、そうですか、やや嫉妬の眼差しを放送席から送る今日は放送席に井上正夫選手にお越しいただいております。いやいや、ただこういった動き相手はちょっと止まるでしょうし、リーグ戦の中で言いますとちょっとこれはペースを握られると危ないですよね。でも加藤選手は技はしっかりやりますから、間にちょっとそういう変わった動きはしますけど、あそうですね、はい、さっきのタックルとか見せてもしっかりやってますから、そうですね、はい、はい、ですから基本基礎はしっかりしている、だからこそ NWA のベルトも取りましたコルトカバナです。このリーグ戦は30分1本勝負、勝ち点が2、時間切れ引き分けは1点、負けると0点です。8チームによります総当たりのリーグ戦、得点最上位チームが優勝になります。ですからそういった意味でも井上正夫選手が先ほどおっしゃったように、やはりスタート初戦をまずいい形で取っていきたいですからね。そうですね、やっぱスタート出して大事じゃないですかね、やっぱりでしょうね、うん、おっとダスティーロールスを思い起こさせるようなエルボーを3歩打っていきましたコルトカバナです。さあ、おっと橋本大地がちょっとやはりペースをつかまれ始めているんでしょうか。そうですね、狙われるのはしょうがないですね、どこまで耐えれるかですね。そうですね、それからこのエディ・エドワーズのチョップの重さといったらすごいですね。そうです、すごいですね、橋本選手の蹴りと変わらないぐらいなんか威力ありそうですね。本当にそうですね、体重95キロで、まあ、いわゆるジュニアの範疇ではあるんですが、体重がよく乗っています。リングの中で待つコルトカバナ、まあ、ROH を代表する2人の選手ですから、この辺りのタッチワークを含めて井上さん全然問題なさそうですね。そうです ね、はい、スムースですね、ですね、はい、今回は GHC タッグ王者チーム秋山斉藤組、それから GHC シングルの王者コンビ森島中島組、ブレイブから丸藤米組、バーニング塩崎本田組、ノーマーシー高山マイバッハ組、ダイヤモンドリングから佐々木健介宮原組、そして今リング上 ROH と01の2チーム、計8チームが参加しています。ただ一発のこのチョップで流れを変えられてしまう01勢としてはちょっと苦しいところです。先月の01の靖国神社奉納プロレスでシングルマッチを戦ったこの大谷と橋本大地、その戦いの後に大谷が橋本大地をパートナーに指名しまして、このグローバルタッグリーグに参戦してきました。ですからある面この橋本にとっても初めてのこの、まあ、敵地といいましょうか、自分の団体ではないマットで、まあ、長い期間戦う、ある面を試してみたいところもあるでしょうね。そうですね、橋本選手とってすごいいい経験になると思いますから。そうでしょうね、はい、なんとかドロップス一発で大谷タッチを交わしました。さあここから大谷の時間が始まりそうだ。先ほどはかわされましたが、先ほどゼロワン勢にはブーイングを送りましたが、今度はこの拍手、ゼロワンは憎たらしくてもこの技は見たい、そんな歓声が後押しします。ポルトカバナの顔面をこする、顔面をこする、ゴシゴシこする、ゴシゴシこする、そして距離を取る、顔面を洗い流していきました。顔面ウォッシュが今決まりまして、もう一回いくか、うなずく、うなずく、深くうなずく大谷慎二郎、もう一回、おっと、弾みをつけた、もう一回いきました、こすりつけていきました。コルトカバナの高い鼻がちょっと曲がってしまったかのような、そんな力強いこすりつけです。その鼻をかきむしる、これは苦しい、
よし盛り上がっていくぞ、ほら。さあ場内を煽るかのように盛り上がっていくぞという大谷の声一つ。バックに回ったバックドロップ115キロ、その体重数字以上に重く見えるコルドカバナを投げ捨てていきました大谷慎二郎です。大谷は GHC のタッグの王者を決める初代のトーナメントにも参加しました。そして橋本大地がリングの中ミドルキックを打っていく。すでに10分が経過している30分一本勝負の公式戦、ミドルキックからローそしてあーとのキック。このミドルキックも一つ橋本大地の得意の流れ動きでもあります。シャイニングウィザーできました。なんと言いましてもこの橋本はデビュー戦が長野、そしてその後には武藤ともシングルマッチをすぐに戦いました。闘魂三銃士の流れを引くその長野、武藤とのシングルマッチも経験し、そしてデビューから1年後はトンサック、あの体で飛びますか。すごいですね、すごいですね、びっくりしました。さあ今度はエディ・エドワーズ、ニュートラルコーナートップ、リングの中は橋本大地、第1位予想がかかりました。ジュニアタッグのベルトをめぐる攻防でもこのエディ・エドワーズは実力を認められています。おっと足で今エディ・エドワーズの顔を通したから、さあ捉える顎を捉えてチンチェッカー、顎を砕きました。チンチェッカーで決めていって肩を上げる橋本大地がもうかなりのダメージを今の一連の流れで食らいました。頑張りどころですね、頑張りどころですね。丸藤も今見つめています。丸藤は米田のコンビで今回は参加していますが、この大谷橋本大地が結成された中ではこの丸藤が靖国神社に出向きというその経緯もありました。さあ橋本に今立ち返しました大谷、あとはスキックヒット顔面を捉えた、後ろに回る、投げるか投げた、投げ捨てました。ジュニアのエディが大谷を投げ捨てた。さあコルトカマラも加わる。橋本大地は今大の字、コルトカマラが大谷を捉えた、ニュートラルコーナーに振る、何が出る、エプロンからも来た、針で挟み撃ち、そして今腕を捉えたまま上からエディ、さらに落としていった、フィッシャーマンで落としていきました。この後にはダイハードへの流れもあるか。さらにコルトカマラの動きもいい、二人の連携が冴える。橋本、いいですね。今懸命に橋本大地も戻ってはきましたが、トラシック顎を捉えた、ゼロワン分断。さらにあーっと、ここは誤爆。さあゼロワン勢はここで息を吹き返すか。さらにおーっと三角飛びで打っていった。さらに大谷も空を飛ぶ、大谷も飛んだ、ミサイルキック、さあ捉えた、スタート、おーっと、いやいやこんな今簡単には終わらせないと、おっとフルネソンか、ドラゴン打った、ドラゴンスープレックス高い、おー決まりました、ゼロワン初戦白星発進、お約束で決めました。大谷慎二郎、お約束なんですよ、ね、あそうなんですか。このニュートラルコーナー少しロープに足を滑らせるように今このファンの歓声に応えましたが、幅今少ないチャンス、あっという間に勝負を決めましたね。そうですね、素晴らしいですね、はい、外国人のペースだと思ったんですけどね、ROH でかなり攻めていて、しかも橋本大地も攻め込まれましたから相当苦しんではいたんですが、大谷が橋本の今左手を今高々と上げました。初戦をまず白星発進しました0番の大谷橋本、橋本大地は試合前こう話しています。父が立ち上げた0番の旗揚げ戦、ノア勢に全敗全滅させられました、今度は僕がこのリングに立ってノア勢を全滅させます。今そのスタートの一歩、相手は ROH の2人でしたが、今回のグローバルタッグリーグ戦2012 0番の大谷橋本白星発進です。
勝負タイムは13分25秒、投げっぱなしのドラゴンスープレックス、まずはゼロワンの2人が勝利を収めています。